はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。 TBS の金曜日の夜のドラマ、不適切にも程があるが絶好調です。ドラマのあらましをざっくりと言いますと、昭和後期の中学校の体育教師が令和の今にタイムスリップしまして、現代のポリコレ社会に物申すといったところでしょうか。脚本は大人気の工藤官九郎さんによるもので、主演の体育教師小川一郎さんを阿部サダヲさんが演じます。 TBS と工藤官九郎さん、工藤官さんとは池袋ウエストゲートパーク、そして木更津キャッツアイ、落語をお題に取りましたタイガー&ドラゴンなどなどがあります。今回の不適切にも程があると同じプロデューサーさんなんです。ファンの皆様には IWGP とも呼ばれます池袋ウエストゲートパークは石田イラさんの原作でしたが、それ以外は工藤官九郎さん、工藤官さんのオリジナル脚本です。今回はこれ取り上げませんが、漫画に代表されます原作に頼らずとも面白いテレビドラマは作れるということです。タイトルにありますように、ドラマの中には不適切、今ならば不適切なシーンが次から次へと飛び出します。ただしその不適切とはあくまで令和の現代的なというよりも、より正しくはポリコレ、ポリティカルコレクトネスな正しい正しくないかの話に過ぎません。ポリコレは日本語にするときに政治的な正しさと訳されることもあるんですが、政治的な正しさでいうと、これ歴史的な背景だとかそのお国柄によっても左右上下してしまうんです。だから欧米由来のポリコレのとりわけその直輸入というのは、日本社会からしたときに知らんがなという話になっちゃうということです。ところが日本の地上波テレビはポリコレに毒されております。それこそがテレビの没落の快進撃が止まらない理由の一つで、まさにザ・マーカーの飯うま案件ではあります。ただここでうっかりと思い出してしまうのがニーメラーの稽古です。ニーメラーの稽古を一言でまとめるならば、情けは人のためならずなんです。ニーメラーの警告とされるものは、様々な団体が圧力弾圧を受ける中で消えていく中で、自分は関係ないからそこに所属していないからギリギリセーフなんて思っていたら、いざ自分の団体が弾圧される側に回った時に、そして誰もいなくなったとばかりに周囲に誰も助けてくれる人がいなくなっていたという、やだおっかないというホラーのような話です。これを日本語的に一言でまとめると、情けは人のためならずになるということです。人に情けをかける、あるいは施しをするというのは、巡り巡って自分に返ってくるという情けは人のためならず。 TBS のドラマ不適切にも程があるはエンタメ的な娯楽作品です。そしてタイムスリップものにありがちな時代設定の不備を、ドラマになぞらえるならば時代設定の不適切さ、これをいちいちツッコミを入れる、今ならば SNS で共有するという野暮、この野暮もひっくるめて楽しむのがタイムスリップもののエンタメ作品です。そしてその狙いは的中したようで、関東地方では金曜日の夜10時から放送されているんですが、その夜から翌朝の土曜日の朝にかけて SNS ではこの不適切にも程があるの話題で持ちきりさって状態になってます。作品中に丸坊主になって出演する女性タレントという役がありました。これを演じていた俳優さん、ご自身のツイッターアカウント、あるいは SNS アカウントで断髪式を公開して、文字通りバズっておりました。はい、ここからがニーメラの話です。そんな娯楽作品にケチをつける人が現れました。2月23日の現代ビジネスに見つけたこちらの見出しの記事です。不適切にも程があるの主張を脱落する若者がいる理由は、昭和ネタがわからないからではない。記事の書き出しはふてほどから始まります。不適切にも程があるを略したふてほどかと思われます。フリーライターのタコン若子さんによるもので、彼女の周辺では話題を呼んでると紹介した上で、その都度ごとにだがちょっと待ってほしいとばかりにドラマへの違和感を言いふらしているというんです。白がこう言ってます。余計なお世話。
あえてふてほどに習い、昭和的な表現をするならば、楽しいねって話している人のところにわざわざそこでお小言を言うというのは、余計なお世話、余計なお世話だという話なんです。こちらの記事は第1話から第4話まで随所にネタバレ、話のあらすじが分かってしまうネタバレを織り交ぜながら、中箱の隅をつつくかのような死を抹殺を挙げつらっているんですが、随所で自爆されているんです。その全てを取り上げますと、昭和的表現で言うならば、今時ならば不適切になりますが、小獣とのようになってしまいますので、代表的なところを一つ取り上げますと、コンプライアンスです。まず、記事の当該箇所を紹介します。制作側もそれが正解だと思っているわけではなく、まだコンプラ意識の低い昭和世代の一郎、これ主人公ですが、現時点で出せる結論の限界点として描いているのかもしれない。しかし、コンプラ意識の低い一部の視聴者は、これだけ守れば大丈夫と勘違いしてしまわないだろうか。コンプラ意識が低いとは、いかにも意識高い系な話です。ネットスラングで言うところの意識高い系とは、自分たちだけは知っている。意識が高いから気づいてしまった。その真実に気づいてしまったという、私はこの意識高い系を陰謀論の変異株と見ています。本当はありもしない意識の高い世界に自分たちがいると錯覚をしている、あるいは誤解をしている、勘違いをしている。それこそが意識高い系の正体だというのが私の個人の感想です。といったところです。完全にだがちょっと待ってほしいというのはコンプラです。コンプラとはコンプライアンス。日本語にすると法令遵守なんです。フリーライターの他校和歌子さんによる作文によりますと、昭和世代、あるいは昭和世代の意識のままの人は、法令遵守の意識がないということになってしまいます。それではまるで昭和時代が、ルール無用の無法地帯だったということになるんです。馬鹿を追いでないよって話です。今と違うルールはありましたが、その当時のルールを多くの日本社会の参加者は守っていたんです。もちろん、可能な限りと断っておきますが、法律を守っていたと、私の昭和の記憶はそうあります。何かと言いますと、令和のルールを持って昭和を裁いているかのような話だということです。今をもって過去を裁くことは訴求法といって、法治国家では絶対にやってはならないことです。難しい話じゃありません。例えばサッカーというスポーツ一つとってみても、ルールはどんどん変わっていっているんです。サッカーにはオフサイドというルールがあります。これざっくり言いますと、攻撃側の選手が守備をする側の相手のゴールキーパー以外の選手よりもゴールに近い位置にいるときに攻撃側がボールを蹴り出したとき、相手ボールになるというルールがオフサイドルールです。最初期のサッカーにはオフサイドというルールそのものがなかったそうなんですが、それだとゴールキーパーのそばに一人攻撃を立たせておけば、ここにボールを蹴り込むだけのゲームになってしまいますので、それではちょっとねということでオフサイドが生まれたんです。昭和時代のキャプテン翼が週刊少年ジャンプで連載されていて大人気を博したその始まりの頃というのは、オフサイドポジションに選手がいればすぐオフサイドになったんですが、これ後に改められます。かつてはボールが蹴り出された瞬間にオフサイドポジションにいたらオフサイドだったんですが、このポジションにいた選手がプレーに関与しなければギリギリセーフというように改められたんです。またサドンデスと呼ばれたゴールデンゴール方式も、今は延長戦になるとこの延長戦前後半きっちりと戦うようになっております。ルール変更の最新版と言っていいのが VAR ビデオアシスタントレフリーです。フリーライターの他校和歌子さんがご懸念されるところをサッカーでなぞらえるんであれば、今導入が進む VAR のルールを持って、アルゼンチンの神の子マラドーナも神の手シュートをいかんあかん、けしからんと叱るような話だということです。当時は技術的な話もありますが、VAR はありませんでした。また、レフリー、審判は今よりも絶対的な存在だったんです。しかし、それでは神の手いいんですか？いや、ダメでしょっていうところで、どんどんルールが改められていって、その最新版が VAR ということです。この積み重ねの果てに今のコンプライアンスがあるんです。また、先ほど紹介した記事の中でも、これだけ守れば大丈夫と勘違いする人が出てくるかもと。そして記事の後段の方では、
脚本家の工藤勘が言ってっからこれで大丈夫だろうなんてね、勘違いが生まれるなんて面白い話をしております。これなどまさに馬鹿は休み休み言ってくださいねって話です。白がこう言ってます。テレビ見てないんじゃない。フリーライターさんのプロフィールを Google 先生に尋ねますと、1973年昭和48年のお生まれとありました。ならば TBS の8時だよ全員集合でドリフターズの志村けんさんがバク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 とスイカの早食いをやっていた前世紀の頃、この地球上にてしっかりとバッチリとはっきりと物心がついていた世代です。テレビがやっていることを鵜呑みにするなんて面白い発想は、せいぜいテレビを見るなと言われて育った世代か、令和的に言うならばナイーブな、これまた昭和的に言うならばウブな年齢、ウブな年齢ぐらいの話だということです。なお TBS ドラマ不適切にも程があるは、意識高い系の正反対、今時で言うならば真逆の意識低い系、タイムスリップコメディと紹介されます。阿部サダヲさんが演じる主人公の小川一郎さんは、1986年昭和61年から令和の今にタイムスリップしてきます。第5話は1995年平成7年の神戸で起きたエピソードに触れます。ネタバレになりますので、そっとじとばかりにこれ以上は触れませんが、昭和から平成初期のテレビで言いますと、今や意識高い系かなと思われます真っ赤な女の子で一世を風靡しました小泉今日子さんが、全身タイツを着て口に含んだ牛乳をプッと吹き出す、まさに不適切なもじもじくんなんていうのもありました。ドラマの中で阿部サダヲさんが演じる主人公がトゥナイトトゥナイト見なきゃと繰り返すシーンがあります。これはテレビ朝日のいわゆる深夜番組なんですが、深夜番組と言いますと噂のチャンネルから始まり、ウィークエンダーでもドキッとするシーンがありましたし、土曜の夜のオールナイト富士では今時でいうセクシービデオを紹介するコーナーがありました。海賊チャンネルという番組がありまして、脈絡もなく女性がシャワーを浴びるというシーンもありました。後に飯島愛さんをスターダムに押し上げることになりますギルガーメッシュナイトという番組は平成3年に始まっています。これらの番組、今ならばほとんどがアウト、アウトです。ただ今ならばの話です。一方でいつの時代も変わらないことが人を愛することと同時に、エンタメ作品ならば権力に抗い権力を笑い飛ばすことです。今やテレビとそのテレビの中の人を支配するポリコレ、ポリティカルコレクトネス、これが巨大な権力者となってテレビの表現を奪っていく、これに立ち向かうのが昭和からやってきた阿部サダヲさん演じる小川一郎さんという娯楽作品、エンタメ作品が TBS の不適切にも程があるなんです。そしてこの横やりを表現することは自由ですが、その表現に対して我々は批判を加えなければニーメラーの稽古通りになってしまいかねないんです。情けは人のためならずなんです。それではフリーライターさんの周辺でも話題を集める不適切にも程がある、テレビ界隈というと何かと視聴率爆死と言われております、その視聴率はどうか、2月26日のスポーツ報知は次の見出しで伝えておりました。不適切にも程がある第5話視聴率は番組最高 8.3%、 前回から 1.6%、 あすごいですね、 1.6% 上昇、今回は悲しすぎて泣けましたの声、スポーツ報知は2桁視聴率も狙えると伝えます。この視聴率が指し示す現実は、テレビドラマのとりわけ娯楽作品、エンタメ作品にポリコレ、ポリコレの必要性はなかった、なかった、知ってた、知ってたということです。エンタメ作品に死の子の言うやつは野暮、野暮っていうのが昭和的で、さらに昭和的に言うならば、おととい来やがれとばかりに盛大に笑われて消えた、消えた、よっととなったものです。おととい来やがれとはまさにタイムスリップしてでもやってこいという話で、ありえないということです。おととい来やがれとタイムスリップ的なみたいなっぽいオチがついたところで、お後がよろしいようでと言ってみる今日この頃でございます。不適切とは誰が決めるのか、その基準こそがコンプラ、コンプライアンス、法令遵守、法律なんです。お気持ちは大切ですよ、でもそのお気持ちを押し付けるなという話をしているんです。気に入らないならば
取り締まる法律を作ればいいんです。話はそこからだということです。そして大切なことなんで何度でも言います。多様性とやらを押し付けないでねってこと。みんな違ってみんな良いのです。だからこそお互い様おかげさまでみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、ミヤちゃんじゃんけんじゃんけんパー、私がパーなのでチョキを出したあなた、サインはプイ、おめでとうございます。私と同じパーを出したあなた、お手手のシワとシワを合わせて幸せ。そしてグーを出したあなた、ダーマ。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。バイバーイ。